京都産が FC 本田裕樹。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。イタリア代表だったガッドゥーゾ選手です。すごいハードワークするし、負けん気の強いプレースタイルにずっと憧れました。ガッドゥーゾ、イタリア代表として2006年ワールドカップ優勝。闘争心むき出しの熱いプレーで闘犬と呼ばれた。試合通じて、負けないって気持ちはついたと思いますし、球際一つにしても、1対1にしても負けないっていう気持ちはそれのおかげで今もついてるかなと思います。自分の持ち味を最大限発揮できるように、体も心もしっかりと準備していけたらより近くなるかなと思います。ガッツーとは魂ですかね。本田裕樹のヒーロー。